アシタカジャコウソウは、ヒソカジャコウソウ族の多年草。地下系は横に生う。同族のジャコウソウに似るが、全体に小さく、茎、傭兵、葉、額などに、多数の立った毛が生える。茎は丸く、高さは30から50センチメートルになる。葉は5から7体が耐性し、長さ5から10ミリメートルの短い傭兵があり、養身は、細長い東乱型で。 長さ4から10センチメートル、幅2から4センチメートルになる。刃先は、お状に尖り、木部は、次第に細まって円形からくさび型になり、両面の脈状に立った毛が生える。花期は8から9月。茎の上部の溶液に1から2個の花をつける。溶液から出る花柄は、長さ4から10ミリメートル。額は、小形で、花時の長さは6から8ミリメートルになり、 先は五列する。果敢は濃厚脂色からやや薄い厚脂色で、長さ3から4センチメートル、頭部が長い神経で、上唇は短く、下唇が三列し、中央の列辺は他の二辺より大きく、前方に突き出て、列辺の縁は細かい波状になる。湯水は四個あり、下側の二個が長い。下中の先は二列する。日本固有種。 本州の中部地方、四国の愛媛県に分布し、山地の林内や林園に生育する。あしたかじゃ構想の意味で、静岡県のあしたか山で発見されたことによる。ありがとうございます。